皆さんこんにちは、リコです。今日は六本木やぶそばさんに来ています。今ね、ちょっとね、撮影が終わって、お腹空いたなと思いまして、ランチタイムですね。はい、なんかね、すごいね、とろろそばをしてたんですよ。だからちょっととろろか山かけ頼もうかなと思ってます。はい、そして髪切ったそんな感じで、はいはい、メニューです。あ、こっちじゃない、こっちメインじゃないわ、こっちがメインかな、そばで、あとなんかとろろそばおすすめらしくて、こんな感じで板わさをも押してる。あとはなんかランチタイム限定お昼の特別メニュー、じゃん、1000円でやってます。はい、頼んでいきたいと思います。ネギ、薬味はネギだけです。なんか海苔が結構ね太めで、で山かけそばってちっちゃい卵のところが多い、あのなんだっけ、うずらの卵が多いイメージだけど、なんかね大きい卵が入ってます。じゃあいただきます。キューから、うん、美味しい。とろろがすごい。バイ。なんかふわふわだな、とろろ。いただきます。うん。なんか、久しぶりにそば食べた気がする。なんかね。待ってください。毎朝する 100% とろろ芋をご賞味ください。で、なんかほら見て、とろろそば推しなんですよ。なんかそばの量も結構多い気がする、普通のおそば屋さんより、うん、麺はまあ結構太めなのかな。ごちそうさまでした。一言で言うと、すっごい量多いです。めっちゃお腹いっぱい。美味しかった。久しぶりにそば食べたので。ちょっともうこの時期なので、あんまりせんべろはせず、まあこれからそば多めの、あと、前回ライブ配信もできたので、ライブ配信多めで。飲みみたいな感じでね、やっていきたいと思います、ね、糖質制限、あ、すいません、サムネ取り忘れた、サムネ取り忘れました、また、はい、こんな感じで、はい、お疲れ様でした。ちょっと六本木からはの駅からはちょっと歩くんですけど、でも外苑東通り、うん、そんな遠くはない、徒歩5、6分とかなので、皆さんぜひぜひ近くに来たら足を運んでみてください。量多いから多分ね、男性でも結構お腹いっぱいになると思う。では皆さんまた会いましょう。バイバーイ。みんな手洗いうがいちゃんとしてね。